アメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は日本時間で5月11日に本拠地アストロズ戦に3番 DH で出場しました。3点ビハインドの9回に8号ツーランを放って追い上げムードを作りました。チームはあと一歩及ばずに4対5で敗れたものの、アメリカの解説者からはどうやってあそこまで飛ばしたのかわからない、また登板翌日に打ちましたと驚愕の声が飛び出していました。どうやってあそこまで飛ばしたのか。大谷翔平投手が左膝を折りながら右翼席に運んだ8号ツーランの映像は解説者のみならずみんなの目をじっくりと引きつけました。2対5と3点ビハインドで迎えた9回、先頭打者のトラウト選手が安打で出て無視一塁の場面、相手クローザー選手の右腕プレスリーの4球目のカーブに反応しました。見逃せばボールという内角低めの球を左膝を折りながら振り抜くと、打球は右中間スタンドに飛び込んできました。劣勢ムードの中で生まれた芸術的な一打にスタンドのファンは大いに盛り上がりを見せていました。アメリカロサンゼルスの放送局バリースポーツウェストで解説を務めるマーク・グビザさんは中継で、翔平がどうやってあの球をあそこまで飛ばしたのか全くわからない、あの球には崩されたように見えました、それでも手を残しフィールド外まで飛ばしてしまいましたと驚きを口にしています。解説者だけでなくファンの方のコメントも多数寄せられています。今回は日本のファンから見る意見をご紹介します。皆さんの意見もぜひコメントいただけると嬉しいです。大谷選手のパワーは今更ながら凄まじいですね。しかも昨日先発した投手がこれだからすごい。 WBC 前の強化試合京セラドームでタイガース才木投手から打った時に打った後片膝ついて片手になってるシーンがありましたけど、それを思い出しました。大谷翔平選手のツボは内角低めの変化球だと思う。引きつけてからバットの芯で捉えるのにちょうどいい距離感なのだろう。速い球だと差し込まれて詰まった当たりになってしまう。これからの攻め方は内角高めなフォーシームが主体になってくるだろうから克服してもらいたい。すくい上げるホームラン自体は日米問わずたまに見るが、あそこまで膝を大きく崩されながらもすくい上げて長打を打つのは困難なはずで、結構な技術がいるはず。かなり低めの投球だったので、あの球をホームランにされたら投手の側からしたら不運としか言いようがない。大谷さんが投手としてはもちろん打者としても一流である証拠。日本だけでなく野球本場の米国でも注目を浴びている選手であることがよくわかる。ジャッジが戦線離脱してるので今年はホームラン王を取るチャンスなのだ。ぜひ主要部門のタイトルを取ってもらいたい。最多勝か最高防御率を同時に取ればメジャー初勝つ、今後絶対破られない記録になる。そのためにもそろそろ3本ぐらい固め打ちしてほしいな。ホームランは良かったけど打った後あんまり嬉しそうでなかった。昨日今日とバッターボックスで腰に手をやるのを何回か見た。腰が痛いのか違和感あるのか気になってるようで心配です。笑っちゃうくらいすごい。メジャーのホームランバッターに比べて体重がそこまで重たくない中でボディバランス力、ミート力、スイングのスピードとかが異次元なんだろう。大谷のようにスラッとしてスピードもあって長打力もある選手が今後増えてくるかもね。今年からバットを1インチ長くした効果だと思うけど、速いストレートには振り遅れるんだよね。ホームランを打っているボールは変化球ばかり。彼の感覚としてはこれは崩されてないんでしょうね。上半身は前かがみになってるけど腰の位置は全く前に移動してないから、当て感が優れているからこそできること。例えにはならないかもしれないが、ボクシングの井上選手が見事に被弾するようにバットとボールの接地面に最大の威力が生まれるようなコントロール、まあこれだけすごいことがあたかも普通のようにできてしまう。彼の体の中で起こっていることが理解不能だね。肩の関節の柔らかさや可動域の広さ、筋力など総合的な力であの爆発力が生まれるんだろうけど、全身ムチがしなっているような感覚かな。努力もそうだけど身体の作りが常人のものじゃない。まあ美しいスイングフォームのままのホームランの方が気持ちいいかもしれないが、体勢を崩してもボール球でもホームランにしてしまう大谷選手の大物ぶりを見るのもまた爽快である。勝利していたらもっと喜べただろうな。彼の技術なら不思議なことでもないし、体勢が大きく崩れた上でのホームランは
グリーンモンスター5や WBC 走行試合でも実証済み。だが今日はモチベーションが心配だった。トラウト、大谷のツートップが三振を重ね元気がない。やはり疲れなのか。そうですよね。この2人は WBC を戦い17連戦を経た後なんですよね。明日は休養なのでしっかり休んで次に備えてほしい。まだ先は長い。どのチームも大谷対策は万全。包囲網の中でホームランを打つにはこんな膝つきすくい上げホームランしかないのかも。投打で日々進化する大谷、ただものじゃない。他の打者でこんなホームラン量産する打者はいないよ。だから MVP 候補ダントツ1位、投打で MBL ナンバーワン選手なのです。類のない素質と努力、毎日何をしてくれるのか楽しみで仕方ない、など様々な意見が飛び交っています。中には、負けたら意味がないや、今更驚くことじゃない、など厳しいコメントもありましたが、皆さんはどう感じましたか？様々な偉業を成し遂げる大谷さんに、日本だけではなく全米でも注目を集め活躍している姿はやはり日本人の誇りであり、これからも応援していきたいですね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。